とりあえず玄関にお服全部脱ぐんですよ、帰ってきたら。うわぁ、嫌 やなぁ。犬が出しちゃんちゃうっつって。いや、もうだそういうとこやろ。え、俺もう裸でダッシュっすよ、リビング。それは、だいぶキモいなぁ。まあでもそうだ。てか結婚かぁ。ちょっと想像つかねえな、話聞いても。まあそんだけ楽しそうやったら別に。したいとかも思わないんじゃない。いやね、うん、いやしたかったっすけどね俺。あ、前の彼女とね、うん、そうそうそう。でもその、うん、あれよね、その分かりちゃったよね。いやそうですよ。1年前ぐらいね。何そのなんかちょっと言葉詰まるから。いやいや、そのな、な、なによ。どうなんの？なんすか？どういうあれやったのかちょっとわかんないかな。なんでそうなったかっていう。いや、だから、やっぱり寂しかったんじゃないかなっていう。ああ、相手がね。そうそうそう。ああ。そのスケジュールされたら、はいはいはい。やっぱちょっときついんじゃない。ああ、まあ、なるほどね。うん。確かに。いや、でも、付き合ってる時はそんなことなかったですけどね、その当時は同棲してたんで。俺もさすがに、だってゴルフとか一緒に、あれっすよ。あ、一緒にいたんや。行ってたっすよ。俺の趣味、言うたら俺なりに頑張ってた。あ、俺なりに一緒にやろう、時間を作ろう。俺の、そう、趣味に。だってパチンコ一緒にやってたもん。ああ、じゃあ、すごい合ってたよね。そうそうそう。まあでも根本的な、あの生活をする上での価値観っていろいろあるじゃないですか、その、家事だのなんだの。ああ、まあ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 。家賃、家事だの、なんだの。え、あ、そこで合わなかったの？そこがちょっと、まあ、プラス、やっぱりどうしてもね、あの、やっぱ俺、まあ、周知の事実なんですけど、結構生活力低めなんで。ああ、そうなんや。そうそうそう、もう洗濯物とかめっちゃ貯めるし、とりあえず玄関にお服全部脱ぐんですよ、帰ってきたら。うわー、嫌やなー。え、いや、あの、あれっすよ。洗濯機入れないの？あ、違う違う、まずっすよ。いや、最終的には洗濯機もちろん入れるんですけど。嫌だね。いや、その玄関つくじゃないですか。で、外って空気で汚れてるじゃないですか、服が。まあそうだね。そう、だからその場で、あの、手をこう開いて、あの、ズボンとパンツの中に手を入れて、そのままグワッて下まで下ろすんですよ。なるほど。そうすると、靴下まで脱げるんですよ、一緒に。そう。それワンパンで脱いで、まずおしっこするのがスタートなんですよ。俺の帰宅のスタート。もう、キモいわ。それを、何キモいって。それを、その、人前でやっちゃうのね。ああ、そう。全然。ああ。はい、大佐の前。それが嫌だね。ガーン行って、上も脱いで、もう全部脱いで、もう俺が帰って、俺の帰宅はもう進撃の巨人みたいな、もう巨人がやってきたみたいな帰宅っすよ。バーンっつって。いや、それは帰ってきたぞ。やられたくないよな。うれーっつって帰ってきて、トイレブワーして、トイレはちなみにちゃんと座ってします。トイレブワーして、あの、絶対あの、ショーでも台でも座ってします。まあそれはいいことだ、はい、うん、でそのままシャワー行く。あ、そうなんや。だからリビングにゴーンは行かないっすよ。じゃあ、あ、それシャワー行くんや、入った瞬間。そう俺シャワーめっちゃ好きだから。で、その服はどうなってんの？その脱ぎ散らかしてんの？シャワー入ってる時だけ脱ぎ散らかされてるんですよ。で、シャワー終わった時に脱衣所に、あの、脱衣所にパンツと靴下、あ、違う、うん、だパンツと靴下が残りがちなの。そのシャワー終わって脱いだズボンと、あの、アウターとかを持って部屋に戻るんで。でもパンツと靴下ってもう洗うから、そこにポイって置きっぱなんですよね。いや、洗濯機に入れてほしいけどね。だから最終的には、ね、ポイするんじゃなくて、まずその日のうちには洗濯機に入ってるんですよ、絶対。どのタイミングか置いといて。それを自分で入れてんの？あ、自分で入れてます。でもそれを通るたびにこれって顔はされてた。これまたみたいな。そう、なんかその、そうよね、なんか、うん、気分は良くないよね、その脱ぎ捨てられてるっていうのが。そのたび俺は犬が出しちゃんちゃうっつって。いや、もうだそういうとこやろ。なんでそこでちょっと言い訳してんのかわからん。犬が出しちゃんちゃうん、それっつって。毎回。
それはちょっとだからあれだよね、何なのってなるよね。いやいやいや、うん、いやまあまあまあそんなね、違う、こうなんかそれがうざい感じにならないように楽しく過ごしちゃいましたけどね。それは相手の機嫌がいい時は楽しいよね。うん、機嫌が悪い時は、うん、なんかそれの帰りで分かるんで、井上やったんちゃうんって言った時の顔で分かるから、いや、これは今日はあかんやんと思ってちゃんと自分で入れる。いやだからもうその言ってる時点でもうダメージ入ってるから。あ、そっか、うん、俺がダメージ入れちゃってんのかそれ。そう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 。でもさ、玄関にパンツ置いてあるぐらい良くないっすか別に。ダメなの普通。ダメか。あんま良くないね、玄関にパンツ置くのは。そっか、アウト、ダメ、無理、嫌だ、無理、嫌だね。俺やったら嫌やな。ええー、いやてかそのまあ俺の感覚くらいやけど、はいはいはい、一緒に住んでようが結婚してようが、そのパンツとかは恥ずかしがってほしいよな。あーなるほどね。そうそう、そのうわ、そこはなんかそうしてほしいよな、お互いが。あ、なるほどね。うん、だ俺服絶対着るしね、服とか。あ、どんな状況でも。うん、俺もう裸でダッシュっすよ、リビング。そうそう、そうなる。初日からそれがやっぱまあ俺は嫌だね、それが。うん、俺初日から裸ダッシュなんですけど。そうやるから何回すらない。そうそうそう、だそれはまあ俺は嫌やね。あー、そっか。うん、あ、じゃあ相手さんが相手にされても嫌だってことですね。あ、嫌だね。ちゃんとなんか服とかそれ着てほしいね。あ、マジか。まあ、それは価値観か。まあそれは価値観、価値観の話ではなるけど、でもそれが嫌って思う人は結構いると思う。なるほどね。うん、あ、そっか。おぼわとかもう初日から、うん、初日から裸ダッシュしちゃう。ダッシュって何？え？何をダッシュすんの？いやなんか、いや違う違う、そういう楽しいことがあったらね。どういうこと？いやなんか、裸ってパン一？いや、パンなし。え？全なし。全なし。え、全なしでダッシュしてんの？全なしダッシュって結構楽しいですよ、家の中で。あ、その同棲してる人がいても。そう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 。うわー、それきついなー。普通に。うん。それはだいぶキモいな。じゃあ基本ちゃんと風呂上がりなんですよ、その状況になるのって大体ね。え、だって風呂上がりで、その、なんだ、その、うん、洗面所で服着ないの？いや、違う、洗面所で服着ないんですよ、俺。パンツだけし、もうパンツすら、でもタオルをこう巻いて、俺はその、あの、全裸で寝るの好きなんで。あー、裸族か。そうそうそう。で、なるほど。なんか、目の前に犬とかがこう、かまってみたいな顔すると、もう、タオルすら離して走り出すんですよ、俺は。一緒に、犬と一緒に。そう。全裸で。犬と一緒に全裸で、二人とも。全裸で、それ全裸やん、全裸で走るなんて言われても、まあ、うん、あなたそれ犬にも言うんですかって言いながら俺は全裸で遊んでる。なるほど、だからそれを好きになってくる人じゃないとダメだったな。じゃあ役満、まずこれ役満って言われてますけど俺、え、ちかよ。いや、どうなんだろうな。いや、わかんない。俺は嫌だねけど、そのそれがどれぐらい他の人にとって嫌なことなのかはちょっと分かんないけど。そんなやめてくださいよ、嫌だねとか言うの。うわ、嫌だね、かなり。そのなんやろな。いや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 、俺も嫌だね、俺も嫌だ。いや、その多分おぼはそのやっぱりこう気を使わずにお互いやっていこうぜみたいな感じだと思う。マインドとしては多分。あ、まあまあそうなんかな。でそれをこう受け入れてほしいみたいな感じやと思うんやけど、多分そこまでね、なんかオープンでオールオッケーな人多分少ないと思うね。うん、おぼほど。そのまあ確かにね、うん、そのある程度の、そうなんだろう、あれですよね、言ったらまあそのお互いのその全部見えちゃうとっていうところってあるじゃないですか、何でもね。まあまあまあ、まあ、その尊厳というか、なんかまあ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 、うん、ね、
っていうのは分かるんすけど、うん、やっぱ俺はそれを超えた偽りなき自分とのを見て、うん、見せて、それダメだったらもうしょうがないみたいな、うん、まあ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 、我慢したことがない。え、その前の彼女はそれは別にその、全裸でダッシュしてるのは別にその肯定的だった。肯定的な人はいない、今までで、人生で一回も。なんて言われる。いや、なんか楽しそう、なんか楽しそうだねって顔ですごい微笑ましく見てくれていましたよ。じゃあ別にその、うん、それが理由で別に別れたりするわけじゃないっていう、うん、そう、そこではほぼほぼほぼないと思う。はいはい。まあダメな人もいたけど、機嫌がいい時はね、なんかその機嫌悪い時もそれされたら相当ムカつくと思うねんな。自分が機嫌悪い時に、その全裸で家の中ダッシュしてるやついたら多分かなりムカつくと思うねんな俺。違うけど俺さすがにそこは結構あれっすよ、人のその機嫌とか温度が分かりますよ。じゃあちょっと今日はちょっとあれだなと思ったら、うん、そう、多分全裸で出したりしないと、うん、大体の人より 俺は人の機嫌とかが分かるんですけど、その上でやったりもする時もある。だからお前がムカついてることを俺に押し付けてくんなよって顔で全裸で歩いて走ってたりする。だからもうそれはだからダメだよね、俺関係ないよねっていう、 だからまあそういうとこなんだろうな。そういうとこ、そういうとこ根本的に、まあ、そういうところなんだろうな。うん。